渡辺達也は2000年生まれの今年20歳の代で、今大学2回生です。で、普段は学生をしながら、傍ら映像周りのクリエイティブ事業を個人でやってます。ずっと部活動と勉強をやってて、まあ、正直そのあんまり将来の夢とかが自分の中で決まってなかったので、とりあえず大学に行きたいっていう、まあ、未熟な考えは当時はあったなっていうふうに思います。今は映像関係で制作事業をしたりで、自主制作で自分の作りたい映像を作ったりとかで、まあ日中はそういう映像周りのことをクリエイティブなことをして、夜とかに学校の課題とかを進めていってるっていう感じです。僕は本当に半年ちょっと前ぐらいからカメラを買ってパソコンを買って映像を作りたいなってところから始めて、最初はただただ自分が作った好きな映像を、まあ、SNS とか友達とかにこう見てもらう場にアップロードして、まあ、それを見てくださった方がこうちょっと気を止めてくださった人からお仕事につながったのが今の仕事になったきっかけかなというふうには思います。もう映像、最初に憧れた海外の映像を作っているクリエイターさんとのギャップをこう埋めたいが一心で、もう本当に楽しみながら映像っていうのをもう独学で学んで、 YouTube 見たり Google で調べたりで、あるいはそういう現場の人に聞きに行ったりとかして、でいつの間にか自分でも少しずつ作れるようになったのかなっていうのが今の位置づけなんですけど、大変なことは正直その学ぶってことに関してはかなりもう情報が出回ってる時代なんで、ネットで調べたら出てくるし、そこに対してあんまり困った部分はなかったんですけど、なんか本当に自分が何をしたいのかとか、なんかそっちの方が自問自答することが多いし、今も葛藤しているんじゃないかなというふうには感じます。確かにその大学もそうですし、で今はオンラインのスクールとか塾みたいなやつとかいっぱいこうできてきてるので、すごい充実はしていて、めちゃくちゃいいなとは思いますし、僕もそこは肯定派なんですけど、そこに入るかどうかとかそれを利用するかどうかは時間を効率化したいかしたくないかっていうところがまず第一にありますし、プラスそのなんか自分の考えをこう発信したいっていうのが一番最初のとこだったんで、なんか変にその周りから教えてもらうっていうよりは自分がしたい表現だけができたらいいっていう考えのこと、だからもう自分のできることだけしかできないですけど、ぶっちゃけでも逆に言ったらそこに関しては自分らしさのあるちょっとアイデンティティのある表現ができるんじゃないかなっていう部分では、独学もいい部分、どっちもどっちでいいじゃないかな。学習スタイルとしてはまず普通に調べて、でそこになかったら
Google で調べて、YouTube の方は Google で調べる。それでもなかったら、英語で検索して、YouTube とか Google とかで出てくるか出てこないか。もうそれが最終なかったら、もう現場の人に直接聞きに行くとか、一緒にお仕事させていただいた時に、ちょっとこれどうしたらいいんですかって聞くって感じですかね。件数は、書きなしの時はやっぱり量をこなしてたので、本当に何十件もあると思います。で、今はその何ですかね、質も高めたいなってところがあるんで、こう 何でもかんでもやるというよりは、こうお互いいい関係が築ける制作に集中したいなっていうのと、プラスコンテンツとして自分の発信を続けたいなっていうところがあるんで、ちょっとバランスを今調整しつつってところで、収入に関しては、まあカメラとか、今本当に一式いろいろ持ってるんですけど、パソコン、カメラ、カメラ周りの付属品、ドローンとか、まあ、それが買えたっていうぐらいですねこの前なんか言ってたのは、100から200ぐらいはこの半年ぐらいでは、本当に計算全然してないですけど、大まかにはあるかもしれないです、自分の中で。僕は、なんだろう、美味しいご飯を食べるのも好きですし、あとは服も好きですし、こういろんな買いたいものとかもめちゃくちゃあるんですけど、やっぱり投資に回すのが自分の中で一番、あんまり苦でもないし、やりがいを感じて、これからの自分のステップアップとか、やりたいことを拡大していく上で、必ず力になる投資かなっていうふうに思ってるんで、でその何ですかね、お金は正直頑張ったらやっぱり稼げるし、で何だろう、方法はいくらでもあるじゃないですか、バイトでもいいし就職してとか、でもその時間だけは本当に今のこの特に若い年代っていうのは有限だし、プラス若い人たちっていうのは貴重なので、そう思うと何十万とかしちゃうものを買う時も時間をお金で買うじゃないけど、それでいいパフォーマンスができるんであれば、ちょっと買っちゃおうかなみたいな感じで投資してますね。もう自分に投資してるって感じです。これはフリーランスの人でも、そうじゃない人でも、もう誰でも言えることかなっていうふうには感じてて、やっぱり僕は今学生の立場で、学生の友達とも会うし遊ぶし、でかと思ったらお仕事ではちょっと経験のある大人の方とお会いさせていただいてご一緒する機会があるって時に、やっぱり自分の今のこの時間を大人の人から見たら、本当にもっといろんなことをした方がいいよっていう風にアドバイスをくださることが多いんですよ。で、僕もやっぱりいろんなことをしたい立場で、で、これからもしていくし、今もそこはストイックにしたいなってところなんですけど、やっぱり大人の人からしたら、もっともっとアグレッシブにというか、努力作定でもなんか挑戦して、で失敗して、でその失敗は絶対にいい経験になるし、それはさっきのお金の投資の部分もあるかもしれないですけど、こうなんか買ってそれが失敗だったとしても、その失敗をお金で買えたとか、トライしたことがいい結果で返ってきたら、もちろん自分の財産として持ってたらいいし、なんかこううまくいかなかったとしても、ちゃんと目的があって行動がしたんであれば、必ず帰ってくるやるなっていうのは本当に常々感じながら、トライアンドエラーの繰り返しみたいな中で、それは技術的な映像のところでも
人間的な生き方でもあるなっていうのはふわっと思ってます。やっぱりフリーランスのこれから今演奏してたりとか、別にそれ以外のフリーランスなんでもとか、仕事を自分で個人でやっていく人って最初0から1にこうお金になるっていう、お仕事になるっていう機会が本当に貴重な体験だと思うんですよ、うん、で僕はたまたまその場がこう運よく降ってきてってなったんですけど、自分がそれがない人はこう影響かけたりとかもあると思うし、なんかそういうこう一番最初の仕事が来るっていう壁は結構大きいかもしれないです。で僕はそれがこう来た時に、うん、怖いかどうかとかですよね、うまくできるか、うんうん、それはなんか怖さより自分が発信してた映像を見てもらってこういうことにつながったっていうのが素直に嬉しかったっていうのと、だからそういう人に対して、いい返しをしたいっていうだけだったので、怖さというよりは本当にいいものを作りたいっていう思いしかなかったかな。そんなに何も、そうですね、でも結果的にその一番最初カメラ買う投資の時とかもそういう勇気出してやったからこうやって帰ってきたのかなっていう嬉しさとかの方が強かったかもしれないです、単純に。やっぱ嬉しかったです。バイトも僕してたし、焼肉屋さんで、でもちろんそれもいい経験になって、でもその自分のなんか趣味の延長線っていうか、好きなことがこう誰かに認められて、しかもお金っていう価値がついて、まあ、一番見えやすい形じゃないですか、お金っていうのは。なんでそれでこう評価してくれたっていうのは普通に嬉しくて、なんか就職にしても何にしても自分がこうなんですかね、もう映像でも僕もやっぱりやりたくない仕事もあるし、やりたい仕事、悲しい仕事もあるし、それはどの職業でも辛い部分っていうのは絶対あるけど、まあ、そこにこう何か価値っていうかやりがいみたいなものを見出したら、まあ、仕事っていうのは絶対にいい方向に向かっていきますし、そういうモチベーションでこういろんなことを取り組みたいな、ちょっとポジティブにできたらいいな感じでやってます。でもフリーランスでなんかそうやな、普通の人と違うかもしれないのはやっぱり人とのつながりが強いとか、会社とかで属してたらやっぱ会社って組織があるし、そこのそこのつながりでいいとこはあると思うけど、フリーランスはフリーランスで本当いろんな業種の方とか、いろんなバックグラウンドを持っている人とお話をして、でやっぱりそれは自分もまだ若いのですごい刺激的やし、なんでその人とのつながりは本当に大事かなっていうか、それはお金より絶対に大事と思うかな。僕にとっての大学生活は自分を見つめ直す時間っていうか、特にこれやりたいっていう専門とかで入ってる人とか、学部にしてもそういう意思で大学に対してこう向き合ってる人に関してはそれはそれでもう素晴らしいことで、僕はそこがなかったし今も若干欠けているところであるんやけど、これがしたいっていうよりは大学っていう4年間を、
保育さんに協力していただいて、この時間を交わしていただいたというか、その中で学部のことももちろんやるし、学部以外の新しいこととか、まあ、プラス友達付き合いとかで、遊びの中で新しい発見があったりとかで、もう本当に時間がある分自分に全てはかかってるんですけど、僕は大学の中で本当にいろんなことを挑戦して、まあ今は映像っていう一つのものがあるかもしれないけど、まだまだそこにこだわらずで、どんどんいろんなことにチャレンジしたいなっていうのは思ってます。僕も、結構ふわっとして、結構多いと思うんですけど、そういう人はふわっとしてしたまま大学入っちゃう人って、僕も結構そっちの側人間で、でもやっぱりいつかは仕事をするし、学生っていう時間も限られてるし、だったらその中で自分が何をするのかっていうのを常に自分に問いただしてやるだけで、つまらない日常も、自分のためになっていくような気はするし、高校生、いや、いいな、高校生と思いますね、本当に。もう今は本当に、高校生も大学1年生も、ね、いいなっていう、それはやっぱり自分にないものを持ち合わせてるから、今その時間、僕は本当に時間が大事、人とか時間が大事かなって感じるんで、そこを大切に持ち続けて、何でも失敗したら失敗したで、全然、でもやるってことだけは絶対してほしいかなっていう、受験にしても受験のことはあんま語れないんで、何でも本当に、もう気づいて思ったことがあるんだったら言うとかやるとか行動に移すっていうのは絶対に大事なことで、デスク上でこれがこうこうこうだからって口にすることは誰でも言えるので、そこから行動に移して移せるかどうかは自分次第し、行動に移した後それが継続できるかは自分のモチベーション次第かな。とりあえずなんかいろんなことに挑戦してほしいなって思ってますし、こうやって喋ってる自分が挑戦しないとな、改めて感じても、ちょっと振りかけてますね、感じ。はい、いや本当に貴重な話を聞けて光栄でした。全然こんなんでいいんかな。ありがとうございます。大丈夫？いやもう、ああ様々ね、本当にこれは。いやちょっと緊張したわ